エディ・ウィリアムズはアメリカ合衆国のテレビ、映画女優。1970年から1975年まで結婚していたラスメイヤーの監督作品への出演で最も知られている。ユタ州ソルトレイクシティで生まれ南カリフォルニアで育った。彼女の経歴はモデル及びミスコンテストへの出演から始まっている。地元のミスコンテストを何度かした後、20世紀フォックスと 契約を結んだ。1960年代は、ジャジャウマオクマン長者、トワイライトゾーン、会長人間バットマン、宇宙家族ロビンソンなどのテレビドラマ、および、裸のキッス、ソニーとシェールのグッドタイムスなどの映画に出演した。1970年、ラスメイヤー発のメジャー資本映画、ワイルドパーティーに、アシュレーセント・アイブス役で出演し、続いて、メイヤーのメジャー映画、 第2作、高骨の7分間ポルノ白書にも出演。メイヤーとウィリアムズは、ワイルドパーティー公開直後の1970年に結婚した。1973年3月、プレイボーイ氏に当時の夫ラスメイヤーによって撮影された、ゆったりとくつろいが、フルカラーのヌード写真が掲載された。メイヤーと離婚後も、女優を続け主に映画に出演し、 その多くはヌードを伴う役であった。1982年、リアリティ法廷番組、ザ・ピープルズ・コートのザ・スター・フー・ウー・トゥン・トペイと題されたエピソードに、訴訟の被告として出演。彼女は、原告が彼女のために行った広報活動費用の支払いを求め訴えられた。彼女は弁護士依頼料の半額を彼に支払って、反訴した。その後、 1980年代から1990年代はじめにかけて散発的に映画に出演。毎年歓迎的にアカデミー賞とカンヌ国際映画祭に露出の多い派手やかな衣装を身につけて登場しては新聞紙面を賑わしている。ありがとうございます。